おはようございます。4月14日水曜日の東京インフォメーションです。都と東京都歴史文化財団は東京東京フェスティバルの一環としてダンストラック東京を開催しています。この公演は東京東京フェスティバルスペシャル13の事業の一つで、オリンピック・パラリンピックが開催される東京を文化の面から盛り上げるべく、新たな企画・アイデアを広く募集し、2436件の中から選ばれたものです。今月9日に立川にあるサンサンロードで開催されたダンストラック東京のキュレーター、東野陽子さんに話を伺いました。トラック自体が、まあ、舞台という設定でして、まあ、いろんなところに行って野外 の、 どこかの場所がいきなり劇場になるというようなモバイル型の作品をやっています。ならではの見どころみたいなっていうのはあったりします？そうですね、やっぱり野外なので、その、借景しているので周りの状況が刻々と時間、夕暮れからその日がとっぷり暮れてくるまでの時間の流れだったり、今日だったらモノレールが走ったり、やっぱりその劇場では絶対体験できないようなその自然と、まあ、その土地の特色みたいなものも体験しつつ、一つの空間の中の、まあ、芸術を見ていただくっていう、まあ、体験型 の、 ショーケースっていう形になっているかなと思います。過去のイベントの様子はホームページでアーカイブ映像を公開中です。詳しくは公式サイトでご確認ください。都は電気の自給自足を進めるため、蓄電池システム設置の補助事業を行っています。補助対象者は国や地方公共団体などの公的な団体を除く補助対象機器の所有者です。補助対象機器は蓄電池システムで都内住宅に新規に設置、未使用、太陽光発電システムを同時に設置するかすでに設置している。家庭の太陽光発電などの電力データや再エネ電力の自家消費に伴う環境価値などが提供可能であることなどです。補助率は機器費の2分の1で、今年度の補助上限額は蓄電容量が1キロワット時あたり7万円です。主な補助要件には、交付決定後に契約を締結すること、来年の9月30日までに東京都環境公社に登録されている補助対象機器などを設置することとなっています。申請は東京都環境公社、東京都地球温暖化防止活動推進センター、電話03-6279-4615で、平日の午前9時から正午までと午後1時から5時まで受け付けています。詳しくはホームページクールネット東京をご覧ください。都は多摩地域における犯罪被害者等総合相談窓口を設置しました。犯罪被害者等総合相談窓口は、都が被害者支援都民センターとの共同で、犯罪被害に遭った人やその家族へのさまざまな相談に応じ、支援するために設置しているもので、犯罪被害に遭った人の利便性の向上や支援体制の拡充のために、新たに立川市内に設置されました。相談窓口では事前に電話による相談受付を行い、犯罪被害者などの状況に応じて面接相談、精神的ケア、裁判所などへの付き添い支援などが行われます。相談は電話03-5287-3336で、当面の間、土日と祝日及び年末年始を除く平日の午前10時から午後5時まで受け付けています。今日お伝えした内容は東京インフォメーションのホームページにアップしています。より詳しい情報が掲載されているページへのリンクもありますのでご活用ください。ここまで東京インフォメーションでした。